音聞こえる？おはよう。音聞こえる？皆さんおはようございます。今日は2019年の3月の10日、夜中の2時8分です。よろしくお願いします。楽しくやっていきたいのでよろしくお願いします。音 OK よろ、ありがとう。教えてくれてありがとう。今日照明明るい気がする？本当に？なんだろうね。照明別にいじってないけどな。なんか変わったかな。俺もね、画面見た時にいつもより明るいなぁとは思ったんだけどね。画面が明るいよね。照明が明るいんじゃなくてね、画面が明るいんだと思う。なんか普段より明るいよね。見やすくない？こっちの方が。これかな。これくらいにしとこうか。照明バランスいい？ありがとう。楽しくまったりやってこう。スポンサーの募集は僕の急務なんで、はい、スポンサー募集しないと前に進めないんで、スポンサー募集常にしますよ。朝比奈ちゃん、なんであんな叩かれてるんだろうな。そんな悪い子だと思えないんだけどな。なんかむしろ感じいい子だと思ってるから、なんか金梅さんと絡んだあたりからなんか朝比奈ちゃんがすごい叩かれてる気がして、かわいそうなんだよね。なんか彼女のこと擁護するわけじゃないんだけど、俺の印象でさ、普通にいい子だったから、なんであんな叩かれてるんだろう。あ、まあ嘘をつく、まあ俺は嘘をつかれたことないからあれなんだけど、朝比奈ちゃんから、まあ嘘はダメだよね。信じてほしい人から嘘をつかれたらみんな傷つくもんな。うん、リスナーは嘘嫌うしな。それはまあ謝った方がいいかもしれないね。でもなんかいじめすぎなんじゃねえか、ちょっと、うん、女の子に。スポンサー今一口見つかってますね。はい、ツバニャン大嫌いだね俺。アイラが言うって相当だな。嫌い、何度も裏切られたから嫌い。俺は嫌い。うん、助けるっていうか、なんかなんつうんだろう、俺集団いじめみたいなのガキの頃から嫌いで、なんか嫌なんだよね。なんか一方的に一人の人を悪者にするみたいな風潮が。
ニアは俺が個人的に嫌いだと思ったから嫌いって言ってるだけなの。俺もね、絡みが全然ないんだよね。一回、その金梅さんと朝比奈さんが絡む前に、一回この辺歩いてて、家近くだからっつって、喫茶店でお茶したぐらいなんだよね。それだけなんだよね。だから俺も朝比奈ちゃんのことあんま知らないんだよね。正直言うと。ああ、まあ検証っていうか、俺は思ったこと言うよ。嫌なやつだったら嫌なやつだったって言うし、いい人だったらいい人だったって言うし。ただそれだけだよ。なんかリサーチ、なんだろう、誰かと絡む時に、誰かと会ったり飯食ったりするのに、一回一回リサーチしてたら面倒くせえから、そんなことしてる時間ねえな、面倒くさくね。なんか疑うのは弱さだと思ってるから、勘ぐったり疑ったりするのは弱さだと思うから。カウンセリング受けた方がいい。ああ、精神疾患持ってるってことか。何かしら持ってるのかもしれないね。スバニャンがなんで嫌いなのかっていうと、愛子ちゃんとコラボしてた時に、なんか愛子ちゃんに爆走から連絡が来て、今日ぜひ会いたいって言って、で和藤さん悪いんだけど、一緒にスバニャンと行ってもいい？つか、いいよいいよって言って、で結局散々2時間ぐらい待たされて、で結局バックレられたの。それもあるし、なんか2個3個そういうのがあるから、さすがに愛子ちゃんかわいそうだなと思って、自分からお願いしたのにバックレるってどういうことだと思って、それでね、なんか嫌になっちゃったね。別に愛子ちゃんからお願いされたらバックレてもいいと思うけど、自分から頭下げてるくせにそれをないがしろにするのはなんか嫌だなと思って。微妙だよね。これ見たことないですよ。黒沢映画、なんかあるかな？何も見たことないな。
まあ自分に被害が及ぶか及ばないかって結構大事なのよ。世間にとって悪い人でも自分にとってはいい人だったりすることってあると思うから、あんまり世間の噂みたいなものはあんまり気にしないかな。はい、頑張ります。ワード2。頑張ります。あ、米ビューバグった。あ、バグってないか。大丈夫か。ああ、陰口を言うのであれば良くないね。それが。陰口はあんまり良くないね。注文リスト高額すぎる。ごめんなさい。本当に欲しいものを載せちゃってる。本当に欲しいものを載せてるから。ごめんね。バガープレゼントありがとう。そういう時は天ギフ選んでもらえると嬉しいですね。電話していいですよ。安いやつ全部送られちゃったから今欲しいもんないな。使いたいっすね。コーヒー、あ、コーヒーのせとこうか。タリーズの、タリーズ缶コーヒー、ちょっと待って、コーヒーのせとこう。そうするわ。注文リストに入れとくわ。注文リストに追加。一番上に置いとこうか。入れときました。あれ入ってないの？ん？タリーズの缶コーヒー。あれ？なんでだ？できたね。追加できた。言われたら言われたで反論するだけだよ。あー、やばいね。死に向かってるよね。コーヒー6本飲んでタバコ3箱吸って、やばいよね。ありがとう。
でも、スポンサー集めも立派な映画の仕事だと俺は思ってるから。ミネラルウォーターはいらないから、水道水で全然いいかな、俺は。ミネラルウォーター、スポーツの時とかどうしようもない時は買うけど、あんまりミネラルウォーター必要だと思ったことないかな。いや、がんにはなるんじゃないの？わかんないけど。がんにはなるんじゃないかな。私のおかげで花火上がったろうか。よくあるパターンだね。よくあるパターン。私のおかげで花火上がった。私のおかげで人気が出た。聞き飽きたよね。よくあるパターンだね。いや、俺はギャラの払えないよ。生活費でいっぱいいっぱいだから。だって、俺の生活費って18万とか、それくらいだぜ。他のタバコ吸えないね。美味しいね、アメスピはね。いや、普通に振る舞うよ、普通に。9号さん。勘ぐらないよ、別に。はい、ワード2。配信者からお金もらわないかな。ルームテックに変えないとダメだね。これだったら、スポーツに影響出ないって。だから、もう、これ吸い終わったら変えるか、こっち側にしようか。これだったら大丈夫だって言われたから。あ、そうです、そうです。昔の話ね。懐かしいっすね。ロハコさん亡くなっちゃったよ。卵味噌よくないね、あれはね。しっかりプルームテック派だ。有害物質99%カットっていう話だもんね。ああ、吸い殻はね、ゴミの始末も楽になるのと、あと灰皿がいらないっていうのが実はでかいよね。この2つはでかいと思う。吸い殻がいらないっていうことと、あと火の始末っていう。お茶爆ありがとう、しゅうもくさん、いつもありがとう。あ、もしよかったらコンティニューコイン欲しいですね。
よろしくお願いします。コインストックでお願いします。ミルクちゃんいつもありがとう。まあ噂は噂だからな。噂は噂。さっきメール来たよ。さっきメール来た。うん。絡んで見てたね。俺が体感したことをシェアするだけだから。噂は噂だよ。自分の感覚を信じるよ。俺はやっぱモデルさんやってもらえるのはありがたいことだからね。あの経験積みたいし。ただ写真を撮るだけでレイプマ扱いされないって。モデルさん探してるわけだから俺も。そんなになんだ。そんなになんだ。すごいな。ここまで話してもまだ、いや、お前は間違ってるってすごいね。逆にどんだけヒールなんだよっていう。そんなにすごいんだ。悪名が半端じゃないよ。悪名が。ここまで信用されてない人初めてだよ、逆に。モデル料なんか払わないよ。じゃあカメラマン料払うのって逆に聞きたいけど。そんなん請求もしないし、モデル料も払わないよ。YouTube で見なかった。何も見てないよ。忙しいもん。まあ、大体仕事で俺は依頼受けるとき3万円前後かな。2万円、3万円で写真撮ってるかな。こんなにすごいんだ。だいたい2、3万ぐらいだね、俺のギャラは。通常だと。いや、俺から頼んだわけじゃないからな。俺から依頼したわけじゃないから。
いや確認も何もなくない？だって俺依頼された側だよ。俺依頼された側なんだよ。あ、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。無課金の人はコンティニューコインお願いします。なんで俺がギャラ払わないといけない。全然意味わかんない。だって証拠残ってるじゃん。この前証拠見せたじゃん。事実は変わらないよ。朝比奈ちゃんからお願いされた証拠は見せたわけだから。そしたらあの子が嫌われるだけじゃん。そしたらあの子が評判を落とすだけじゃない。いやさすがに誰がどう見ても和道が払うべきじゃないって言うでしょ。あ、男性も取りますよ。男性も全然取るよ。やっぱり女の子の方が依頼は多いよね。女の子の方が依頼は多いね。インスタグラムとかも女の子に流行ってるじゃん。タバコ誘導禁止ですよ。アキラッパとか全然依頼あったら取るよ。さださん全然取るよ。依頼があったらね。依頼がなければ取らないし。焦点は買ってないかな。それよりもね、16ミリから36ミリぐらいの広角が欲しいかな。今50ミリはカバーできるから、まあ F4 だからちょっと重たいなとは思ってるけど、暗いなとは思ってるけど、50ミリの幅あんま好きじゃないんだよね。だから12ミリとか16ミリとかの広角が欲しいかな今。ちょっとなんつうんだろう、自分の距離感っていうのがだんだん分かってきた。え、マジで言ってんの？カメラやめちゃったの？マジで？ああ、めちゃめちゃありがたい。使い倒すかな。 いただけたら嬉しいけど。 50mm 単焦点売ったら金になるじゃん。もったいなくね。レンズは財産だぜ。まあもしもいただけたら超ありがたく使うけど。カメラやめんのも、まあまあまあ、カメラね、お金かかるし忙しいっていう部分あるから気持ちは分からなくはないけど、合わなかったのかな。いや、ありがたく頂戴したいですね。もしいただけるのであれば使い倒しますよ。レンズの幅は表現の幅だからね。
でも E マウントのレンズとか超高級品じゃね？ソニーレンズ高えかんな。これ日食しか食べないけど、あ、個展開くよ。近々個展開くつもりだね。便所さんの表現と俺の表現って全然違くて、便所さんって実はなんか報道系のカメラが好きなの。現場に行ってありのままを伝えるみたいな報道のやり方で、で俺アーティスティックなやり方だからちょっとジャンルが違うかなとか思ってるけど、いや個展は1万も取らないよ入場料には。個展で1万は聞いたことないね。小さいギャラリーだよ。小さい箱を借りてスペース借りてやる感じだからそんなかかんない個展は。だいたい個展いくらぐらいできるんだろうな。ギャラリーのレンタルってどれくらいだろう。新宿で調べようか。新宿ギャラリー、ギャラリー、レンタルそんなかかんないはずない。3000円とかでいけんじゃないの。新宿のギャラリーは画廊、料金問い合わせ多いな。1日10万円高っ。あ、でかいところは高いね。1日8000円とかもあるね。そんなかかんないよね。テザフェスとかで出展？テザフェス？あんまり写真はそこまで評価されなくていいかなとか思ってんだよね。映画の方はいろいろ出展とかしようと思ってるけど、ギャラリーはやってみたいね。一回その定期的に年一ぐらいで撮りだめた写真やってみたいかなとか思うけど。レント NG ですよ。レント NG です。まあ儲けがないと厳しいよねやっぱりね。ひどんなさん、なんかあったの？物販は写真じゃないの。個展でやる場合は写真の物販が通常だと思うよ。個展で入場料とかないってマジで言ってんの？個展で入場料ないってマジで言ってんすか？マジで言ってんの？18号さんマジで言ってんの？個展行ったことあります？マジで言ってんのあなた。さすがにそれは失笑レベルでしょ。個展行ったことあります？あなたはどこの国で生きてる人なんですか？払うだろ。ないところは大手主催でしょ。スポンサー協賛がついてるところでしょ。ギャラリーと個展は違うでしょ。販売をしてるところでしょ。そういう個展はギャラリーは販売をしてるからでしょ。
映画制作は初ですね。初めてですね。いつから撮るの？あ、もう撮ってるよ。練習もバンバンやってる。ただ本ちゃんの方がやってないだけで、技術をずっと上げてるね。こういうふうに、映像の技術は上げてってるけど、いろいろ試してるね。そのテストカットはずっと繰り返してるから、フッテージ扱いだけど、いろいろやってるよ。撮ってるよ、撮ってるよ。ただ、今の現状で本ちゃんの方のやりたい方の映画ができる段階ではないかな。ショートムービー積み重ねていく感じじゃないの、現状は。技術テストをずっとやってる。特にコンペとか出してないんで評価とかはないかな。ギャラリーは販売をする場所だもんね。個展は発表する場所だから、個展は普通にお金取ると思うけどね。入場料取ると思うけど、まあ、間違ってたらごめんね。ギャラリーで、まあなんだ、販売がメインのところはお金取らないかもしれないけど、どうやって運営するんだって話でしょ。え、個展でお金普通に入場料払うの普通だよね。俺間違ってなくない？あ、大きいところだと無料でやってるかもしれないけど、協賛とかがあって。いや、別にリスクなんか何もないですけど。いや、入場料3万は取りすぎでしょ。そうだよね、合ってるよね、42号さんね。補填は普通お金取るよね、入場料。合ってるよね。だから多分18号さんはギャラリーと間違えてるんだよ。購入する目的のところ、展示品を購入するところと間違えてる。再度運営できないし、レンタルできないからね。超高速で。超高速で。これはだってスポンサーさんと俺の問題であって、スポンサーさんはリスクを承知で投資をしてくれてるわけだから、スポンサーにならなきゃいい話であって、スポンサーさんがリスクあるのはスポンサーさんが一番分かってることだと思うけど。
任はあるね。ただ責任をリスクだとは思ってないかな、俺は。ノーリスクなものはないよ。そうですね、今までの部分とかも全部公表してますね、はい、どのお金にどの名目で使いましたよっていうのは発表してますね。いや全くないねイライラしちゃう。全くないね。全然癒されなかったびっくりしちゃう。次の前回ありますね。収支報告はしてますけど、っていうか配信で見せてるし全部やってますね。はい、解放の写真、解放写真やってんの？それがわかんねえな。解放が写真やってるのかどうかわかんねえな。反省はしてますね。はい。後悔はしてないですけど。信託受益権詐欺ですね。歯が汚いのはないな。歯がヤニだらけなのはないわ。してないですね、詐欺は。あー見たかな。まあまあ、いや見たな。確かに思い出したわ。見たわ。なんかファイルに入ってたやつ見たな。まあ思ってたよりは下手じゃなかったけど、まあ写真好きな個人でやってる人って感じで、技術的なものは何も感じなかったけど、今はしてないです。3年半前ぐらいにもう生活保護抜けてますね。昔ですね。はい、報告してましたね。ひどんなさん、ひどんなお迎えお願い。黄色の帽子ってなんだろう。持ってないな、黄色の帽子は。なんだろう、黄色の帽子って。持ってないっすね。なんだろう、黄色の帽子なんか持ってたことあったっけ。
あれはお店で借りたやつだ。お店に飾ってあったやつ。よく見てるな。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。暖房入れてますよ。だんだん暖かくなってきましたね。暖房入ってますよ。そうですね、ライティングはレッドですね。赤色が好きなんですよ。ありがとう。かゆくはならないですね。中にリストバンド入ってるんで、布製の。金属かぶれないようにしてるんで。かゆくはならないですよ。フォローありがとう。デトロイト州なん。
これはすごいですね。ああ、ありがたいですね。まあ、長くやってるんで、昔からフォローしてくれる人がすごい多くて、ありがたいですね。あ、ありがとう、フォローありがとう。いや、予算は倍以上いるよ。予算倍以上いるよ。ありがとうございます。コンビニコインありがとう。待った、いつもありがとう。疲れ、待った。インスタグラム見てみよう。インスタ全然起動してねえや。インスタどうなってるかな。トムに爆投げしてたんだ。いいね、たくさん押されてる。あ、イメージアップのために、好感度上げるために。ありがとう、55さん。古い、ニコ生の人は、古いニコ生の人は結構こういうシステム使ってて。
多分ライティングって言って、ライトの技術じゃないですかね。まあこういうふうに、これだと普通で、普通っていうか、まあライト当ててるって感じで、こういうライトをやってますね。3灯焚いてるかな。3つ焚いてますね。まだ5灯ぐらい焚いてもいいのかなとは思うけど、ここの後ろも赤に染めるとかっこいいけど。ライティングっていう技術ですね。ライティングすごい大事ですね、絵作りでは。で、お金持ちのユーザーの心つかむのうまいよね。ライティングすごい大事だよね。どういうふうに自分の空間を演出するかみたいな。トムはね、大変だろうね。生きていくためだけにお金かかるからね。よく寝るときにはちょうどいい枠だっていうふうに言われますね。寝るときに癒されるって。みんな寝ちゃうからアイテムもらえないんだよ。 みんなね、寝てね、アイテムくれない。ライティングのバウンスっていう技とかもあってね。寝る前には最高。お小遣いチップ置いていってね。 食えなくなっちゃうから。寝るとき、俺もドレさん、俺も自分が寝るときはドレさんの枠見たりするかな。きついね、きついね。延長代1回50円かかるから、バーガー1個って5円だからね。45円マイナスで2回延長してるから やばいよね。90円ぐらい今マイナスだね。やればやるほど赤字になる。ごめんなさい。僕も人間なんで怒る時あるんで、申し訳ない。ごめんね。セブンティーンだって俺、セブンティーン今17っていうのか、俺だって一番最初のオープニングメンバーでスカウトされてるよ。時給3000円かな。プラス歩合で。知ってるも何も俺社長さんと話したよ。スカウトされたよ。初期の初期に。もともとはセブンティーンってサイト名だったの。知ってるよ。今、日本の売上ランキング2位かな。しながらタバコ吸えなくて俺辞めちゃったの。そう。配信中タバコ吸うなって言われて。契約書の中で。こっち行っとけばよかったかな。俺はね、14号さんが何を言ってるのかって、結構この人すごくて、エクスパンドっていうリスナーなんだけど、
俺は少しわかるかな、彼が何を言おうとしてるのかは。会話とは違うけど。22号さん、あのね、この人は俺のことを貶めようとしてるわけじゃなくて、で、俺の心の中がわかる人なんだよね。すごく好意を持って俺に接してくれてるよ、彼は。彼っていうか彼女、女の人なんだよね、エクスパンドって確か。でも彼女は俺のこと悪く思ってないから。単なるパッパラパーだと思ってもいいんだ。多分統合失調症なんだと思うよ。あ、もしもしはい。もしもしもしももし、聞こえてますよ。あ、はいはい、関蔵です。なんかね、音がね遠いんだけど、お風呂の中とかにいんの？スピーカーだったからごめんなさい。消しました、今。あ、治った。最近悩みがちょっと電話したんですけおお、どんな悩み？ど。ちょっと足がちょっと臭いっていうか。おお、よく洗った方がいいよ。リ多分ス。靴が臭いのかな、何が臭いのか分かんなくて。あ、靴も一回洗った方がよくて、リステリンってわかる？はい。リステリンを、桶とかに入れるの、ドバドバ。はい。で、足5分ぐらい浸し置いてごらん。マジっすか？俺いまつず、も洗濯機であったんですけど。じゃあ、足の方。足の方っすか？そうそう。で、洗濯機じゃなくて、靴、ブラシで洗ったら、よく洗って、漬け込んでおくのよ。漬け置き洗いすんの。靴は。スニーカーだったら。革靴だったらダメだけど。洗濯機で洗うのよくないですか？洗濯機で洗っても汚れ落ちないよ。マジっすか？俺いつも洗濯機で洗ったんですけど。洗濯機で洗っても汚れ落ちないから、漬け置き洗い一晩ぐらい、一晩もいらないか。1時間、2時間ぐらい漬けておいて、で、ブラシでゴシゴシ洗いな、中。洗った方がいいですかね。あとちょっと話変わるんですけど、辰彦って死んじゃったんですか？突然生きてる。死んでじゃないわ。捕まったんですか？間違えた。いや、もう出てきたよ。本当に捕まったんですか？捕まってたよ。なんでなんですか？差し支えなければ。確か奥さんの家に行っちゃって、ストーカー扱いで逮捕されたんじゃなかったかな。マジで？本当に？確かね。俺も真相は知らないけど。そういう情報もあったから、またなんか誰か殴ったのかなと思って。いや、もうだいぶ古い話だよ、それ。もうシャバ出てきてる。とっでくもに普通に罰金とかあるでしょ。知らない。いや、逮捕プラス、罰金とかになるでしょ、みたいな。いスや、トーだカーかでら、も。いや、知らないよ。本人に聞きなよ。いや、本人だって配信やってないじゃないですか、もいや、知らないけど、俺は。本人じゃないから。いや、そうなんですよ。で、最近なんか、配信でなんか、うまくいってないとか言ってたんですけど。誰が？ワードさん。配信でうまくいってない、何が？配信うまく、配信なんかその活動が、映画がうまくいってないみたいな。いや、昨日怒ったでしょ？昨日は怒ってたけど、そんなこと言ってないよ。だってなんか監督思いつき言うんじゃなかったみたいな感じで、バーンって伝えたでしょ？でも相当なんか切羽詰まってるわけだ。俺思ったんですけど、あれ別に YouTube でよくないですか？ YouTube は映画じゃないよ。じゃなくて YouTube を、長期でやって、それで編集を重ねるとかの方が。いや、だから俺がなりたいのは映画監督なんだって。 YouTuber じゃん、それ。 映画、あくまで映画ってこそう、映画監督と？になりたかったから、俺は。YouTube の方がコストもかからなくて、まあ、編かか集んもない。しやすくていいなと思ったんですけどね。でも社会的な評価は得られないよ。そうだけど、もともとでも別に今まで社会的評価得られることないでしょ。いや、だからやってるわけじゃ一発かましたいって感じで。ん。それなんで映画か、今後悔しますか？いや、後悔はしてないけど。じゃないですか。わかりました。じゃあまた、バック行きますわ、後で。はーい。
はい、お疲れ様です。はい。セフィゾーってリスナーさん。そうだね、カメラを止めるのがちょうど300万だね、制作費。セフィゾーっていうリスナーさんだね。初見さんいらっしゃい。例えばその YouTube の動画を上げても YouTube が映画というカテゴリーに入れないの。で、映画の上映の実績があって YouTube に転用する場合、販売ができるの。映画としてカウントができるの。だからその差の話だね。のんちゃん、おはよう。梅監督が映画を上げてても世間一般の評価では映画になってないじゃん。合ってないよ。温泉行きたいね 温泉行きたいね。いつか巡り合うよ。行動じゃん。会いに来たらいつでも会えるよ。東京に行ったらいつか和田さんに会えるかな。
ピンポンって押してステッカーくださいって言ったら普通に対応するよ。ピンポーンって押して、和道さん、ステッカー買いに来たんですけどって。 それで会えるよ。ステッカー絶賛販売中です。これがね、ステッカーですね。これが僕のステッカー。これ、4種類あるんで、4種類あります。よろしくお願いします。ステッカー4種類あります。よろしくお願いします。暇だからステッカーの整理でもするか。在庫どれくらいあるんだろうか。ステッカー買いに来る人いないから買ってほしいな。1枚500円から1000円だね。ウナのステッカー、まあウナのステッカーだったらデザインによっては欲しいかな。デザインによっては欲しいかも。デザインによるかな。いや、金梅さん面白い人だったね。面白い人だったね。もしよかったらツイキャスの皆さん、無料分でいいんでコンティニューコインをお願いします。どうなんだろうね、人によるんじゃないかな。貼るのは
コンティニューコインありがとう。あ、そうですね。一口振り込みありましたね。62号さんお疲れ様です。振り込みありましたね。コンティニューコインありがとね。安泰ではないですね。安泰ではないですね。まだまだ、頑張らないと。安泰ではないっす。多ければ多いほどいいっていう感じですね。目標金額はあと29名っていうか、実際でも30万は花火で賄ってもらえてるから、26名かで目標は達成できるね。26名で目標は達成できる。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいよね。スポンサーのクレジットを名前載せてくれる人がいるっていうの嬉しいよね。ああ、了解です。今日は時給、今バーガー1個だから5円かな。バーガーっていくらだっけ？バーガー1個は、今日花粉すごかったね。ちょっと待ってね。バーガー1個は5円だね。5円。バーガー1個5円ですね。バーガー1個5円だよ。俺に入ってくるのは。ああ、アイラと昔からもう腐れ縁だね。アイラとは。同期なんだよね。バが一個きついね。バが一個きついね。アイテムってどこで見るんだっけな。食フリーの金額は映画の資金だから生活活動資金ではないから使えないよ。生ポ経験してるっていうのはね、でかいよね。13万円でギリギリ生活できるっていうのを体感してるからね。海軍カレーっていうやつは無料アイテムだから、俺にはお金は入らない。
どうなんだろうね。ギリギリの方がいい作品できるかね。あ、まあ工夫は大事だね、すごく。今持ってる機材の中でどう表現するのかっていう工夫、それはわかる。それはすごい当たってると思う。工夫はすごく大事。表現できないことをどう表現するのかっていうのは毎回頭使ってて、低予算で。あ、いや、配信自体の、活動に対するパトロンも募集してますね。ただ今のところ一人もいないですね。のんちゃんとはお別れしちゃった。俺は台本書かないよ。わあ、すごいね。デイリー2位だったんだ。すごいね。10万ぐらい稼いだのかな。今、デイリー2位っていくらくらい稼げるんだろう。本はリスナー、まあこの時間帯はいないけど、朝方リスナーやってるね。朝とか昼とか。10万余裕でいくよね。15万か、すごいな。俺の月収分ぐらい1日で稼ぐんだ。えぐいな。エセアカだ。乗ってるな、エセアカ最近。エセアカすごいね、最近。300万の内訳。まず、購入してる機材がソニーアルファ7。まあ、書いてるけど、ちょっと待ってね。今、書いてるの出すわ。ちょっと待って、61号さん。まずソニーアルファ7-3、SEL2870、フルマウントの、あ、フルイ、e、マウントの 28mm から 70mm、F3.5 か 5.6 の OSS レンズだね。サンディスクの、エクストラプロ 128GB で、カメラバッグ、液晶フィルターとレンズ保護フィルターで、この時点で32万かな。そんな感じですね。あ、ありがとう67号さん、バカありがとう、おやすみなさい。そんな感じですね、今使ってる額に関しては。で、これから購入予定のものが、グラフィックボードをふんだんに継いだパソコンが1つ、デスクトップですね。で、まだ何を買うか分かんないけど、大体値段的に50万ぐらいのスペックがあれば、まあ問題ないっていう。あとは、これはレンタルにするかまだ迷ってる部分があるから、予算の振り分けだからあれなんだけど、ジンバル、ローニー S っていうジンバルは購入するでしょう。あとレンズが、16mm から 36mm の広角が1本、70mm から 200mm の望遠が1本で、明るさを稼ぐための、50mm の単玉、単焦点レンズが1本の3本かな。合計3本のレンズ。
あとはまあ三脚、照明がね、6灯ぐらいかな。LED の600発の照明6灯、そんな感じですかね。で、あとは、そのロケに使う、レンタル費用ですね。あとは台本の製本であったりとか、まあ、もろもろ。購入はしたいですね。あ、でも、まあ、予算は限られてるんで、レンタルで代用できる部分はレンタルでやります。照明6灯ですね。3灯照明を、まあ、動く車体に関して、予備で。まあ、基本3灯でいいんだけど、バックライト焚きたくて、まあ、4灯。で、車体が動く場合も考えて、予備で2灯。製本自宅のプリンターだと、フィルムオプションで通らない。要は、ロケ地を紹介してもらえない。あと、コンテストに出せない、本がないと。本がないと、普通の映画のフィルムとかで通用しないの。要は、それは動画でしょっていう扱いになっちゃうの。本出してっていうのは必ず言われる。風船ありがとう。ロケ地とかありますよ。ロケ地ヨーロッパ。中野高円寺。下北沢とかが好きかな。中野高円寺、下北沢。最近中野が結構お気に入りっすね。中野いいなぁと思って。昔は恵比寿とか好きだったけど。今の内訳でなんで30万もかかるのかわからない。わからないですか。初見です。赤い照明が素敵でいつも気になってました。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。ありがとう、来てくれて。中野面白いね。業界の人も多いしね。頑張ります。そうですね、無料ですね。ふわっちのイベントと一緒だね。エディターはスタッフと一緒にやりますよ。エディターっていうか、まあ、編集ね。
まあ弁当代と足代ぐらい、なんだろう、ハイエース借りてってやるから、移動費、ガソリン代、宿泊費は出せないね。まあ現場の弁当と飲み物ぐらいは出そうと思ってるけど。配信者多いですね。役者さんも出ますよ。人件費半減はゼロですね。解放は出さないですね。主演ワン太郎くんにお願いしますね。今、配信者だけでも40人ぐらいから問い合わせ来てますね。パンタロウ、なんかこう、中立、なんだろう、色があんまりついてないっていうのがすごくいいかな、ワンタロウ。そうそう、普通っていうか、感情移入しやすいっていうか。三仏待って30分だね。三仏っていう感じじゃないけど、三仏とは違うんだよね。一部二部三部っていう構成じゃないから、ちょっと言葉が難しいんだけど。っぽい、そう。インド行く前のワン太郎が理想だったんだけど、ちょっと顔立ちが精悍になっちゃってるんだよね。丸出しの変態女って誰だろう。儲かってないっす。インドだね。別れちゃいましたよ。いや、出さないっす。絶対出さないっすね。
いや、振られちゃいましたね。お金かければいい作品主義ではないと思ってますね。必要最低限のものは揃えないといけないとは思ってますけど。最優先、そうっすね。やっぱ誰に聞いても今パソコン買った方がいいっていうふうに言われてますね。三脚とかその他足回りとかの部分っていうのはレンタルでも代用できるから、とりあえず編集できるパソコンがあった方が絶対いいって言われてます。100万の PC、この前先生のパソコンがちょうど100万ぐらい、100万いかないぐらいなんだけど、まあ、あそこまで、その、あれが Core i9 なんだって。だから、エンコードが早いんだけど、ぶっちゃけた話、i7 でもいけると思ってる。i7 のスペックがあれば、まあ、寝てる間に処理すればっていう話だから、グラフィックボードが高いんだよね。最近の映像編集ソフトはグラボ依存だから。グラフィックボードを積んで i7 でって言って50万でっていうふうに考えてるかな。まあ50あれば編集できる。要は日中編集して放送でキャプリながら編集画面見せて、でその中でじゃあお休みって言って寝てる間にパソコンに仕事してもらうっていう感じだ。300万の MacPC なんて最初から買う予定じゃないよ。ノートはね、レッツノートで配信してるからいいんだけど、これが Core i5 なんですよ。だから、超ハイスペックのスマホぐらいの規格だから、編集はできない。これじゃ。使う機材がもう出てる。だって練習してるからだね。例えばこの前研修で使ったストックフッテージがこれなんだけど、これが動かないんですよ。これが今できなくて困ってて。本当は途中までできてますね。昨日もショートフィルム5本脚本書いたかな。これが動かなくて困ってるんだよね。この映像を仕上げたいんだけど。ハリウッド映画面白いからな。好きだね。日本の映画よりハリウッド映画の方が好きだね、俺は。ドラム、そうですね、子供の頃からやってたんで。
アイテム飛ばないね。300万ってすごく低予算だと思いますよ。何グラムぐらいなんだろう。かなりでかいですね、グラム数は。何グラムぐらいになるんだろう。あのね、普段ロストワック製法で使う部分だとグラム計算ができるんだけど、俺が粘土で作ってるからまだグラム出せないんだよね。多分次の工程でワックスにするんで、その段階でワックスにしたらもうグラム換算できますね。結構重たくなりますよ。話すのはもともと子供の頃から結構好きだったね。喋りで食っていきたいなと思って、前から好きでしたよ、喋るのは。ミンクオイルが好きなんだけど、ミンクオイル切れてるからバセリン塗ってるね今。ミンクオイル普段使ってます。ソソはスポンサー協力してくれてないかな。ソソにね、スポンサーになってもらいたいんだけど、うん、一口投資してもらいたいけど、一口っていうかなんか3口ぐらい出してもらいたいけど。
知らないっすね。へえ、レザーブランのリザードヘッド。レジンもね、やりたいね。レジン面白いよね。シルバーを、あとどれくらいかな、ゴム型切ってワックスで模様をつけて、そしたらもうシルバーにできる段階だから、もう結構工程は進んでるね。結構いい感じに進んでるね。もう近いよ。原型がもうすぐ出来上がるから、原型まで行っちゃったら、あと金型原型作って、金型からの仕上げだからもうすぐだね。そんなに遠くない未来には完成してると思うかな。材料費は自分で出してるよ。あと、よいこさんのもともと持ってるものを使わせてもらったり、新しい素材が必要だったら自分で出して。販売しますよ。完成したらもう予約受け付けてるね。受注生産なんで、予約はもう1件入ってきてる。シルバーは頑張ります。ありがとう。小さいデザインは作んないですね。小さいデザインのものは作らないな。ああ。これもう何年使ってるかな。もうだいぶ色も深くなってかっこよくなったよね。買ったばっかりの時ダサかったもんな、色が浅くて。だいぶこうかっこよくなってきた。
はいいよね、長く使えるから。そうだね。色が最初、茶色っていうか、紺色になったもんね。明るい茶色でダサかったんだけど。こすってるのは余分な油を取るのと、皮に油を浸透させるっていう感じだね。細かい隙間に油を浸透させるって。長持ちするね。10年は使えるよ。愛着出るよ。ね、無心でできるよね、なんかね、いいよね。そうだね、なんか気に入ったものは大事にしたい派だね。できた。クタクタになって柔らかくなってる。あーんって、だいぶ柔らかくなったね、皮が。ジッポーが入るのがいいよね、ここにね。
頭おかしくはならないよ、全然。全然頭おかしくはならないよ。はい、若津。ブルーとかに変えるじゃん、照明の色。ブルーはもったいない。ブルーいいかもしれない。ロケ班はこれからっすね。まだ決まってないっすね。おお、ココタンお疲れ。こんばんは。電車箱にしちゃったんだよね。ごめんね。捨て頃もあるしさ。これ、プルームデックだと美味しかったから。そうなんだよ。コンティニューコインありがとう。53号さんは映像結構詳しい感じなんですか。53号さん結構映像詳しいの。昨日脚本5本書いたかな。本当はアメスピが良かったんだけどね。すいません、本当に。動画作られる方なんですね。もしよかったら動画の作品とか見たいんで URL とか貼っていただけると嬉しいですね。もしキャプってよければ今みんなと一緒に見ますけど。年取ったね。考えられへんって言ってたよね。あ、もし映像のポートフォリオとかあったら、ぜひ53号さんの作品とかがあったら URL 貼っていただければ見てみたいんですけど、もしキャプチャーとかしていいんだったらみんなと一緒にここでキャプチャーしますけど。要は簡単に言うとリスナーさんと一緒に53号さんの作った作品を見るっていう。映像作家さんであればっていう。アイコスではないんだよね。アイコスとはちょっと違くて、アイコスは高温処理なの。これは水蒸気なの。だベイプに近いかもしれない。寂しいね。独り身は寂しいよ。俺はこっちの方が好きだったね。アイコスとか臭くて吸えないけど、これはありだなと思って。
ああ、風船ありがとう。お疲れ様です。グローじゃないですね。プルームテックっていうやつですね。プルームテック。やめちゃった。なんか今プルームテックプラスっていうのも出てるよ。なんか蒸気が強いやつ。あ、頑張ります。ありがとう。へえ、そうなんだ。知らなかった。喉は痛くならないね。喉は痛くならないっすね。入れるのが面倒になる。ああ。どうなんだろうね。一応90、有害物質99%カットっていうふうにはなってるけど、わかんないよね。あ、そうなんだ。プルームテックスってんだ。まあニコチンは入ってるからね。そうだね。50水だね。50水で終わりで1つが。で、ここのフィルターを1箱5本入ってるから250水だったかな。タバコ1箱分相当っていう。終わったら点滅するんですよ。50水終わりましたよって、これがカウントしてて、もうこれ取り替えてください、吸えなくなるので、カートリッジを取り替えるっていう。そういう感じだね。ピアニッシモン、ストロベリーマンゴーだ。俺アップルだね。メビウスのアップル吸ってるね。メビウスだね。美味しい。甘いんだよね、少し。メンソールと甘いフレーバーが入ってて、すごい美味しいね。よく考えるよな。
あ、これはただキャップフィルターつけてるだけで、これ色選べるよ。本来は、標準はこれだね。標準はこれなんだけど、アタックが弱いからこれだと。キャップつけた方が美味しいね。あ、業界の人じゃないですよ、全然。売ってますよ。キャップも売ってます。キャップはね、俺はプルームテックショップで買ったから、プルームテックショップで買った。ケースも、このケースもプルームテックショップだね。コンビニで売ってんの？標準のスターターキットが3000円で、要はタバコの、なんつうんだ、こういうのが500円だったかな、これが。これが500円。1箱500円だったね。メビュー。こうか。これが500円だった。3000円初期投資が必要な感じじゃない？ニコチンっていうかタールだね、壁が汚れるのは。タール。歯が汚れたり。するのはタールだね。少しも足りないかな。プルームテックは匂い一切ないですね。むしろ香水っていうか、なんかフレーバーの香りがしますね。俺アイコスの焼き芋みたいな匂いが嫌いで。アイコスとかなんだっけ、要はこれ水蒸気で吸ってるんで、匂いは、香りは綺麗ですね。これしかないは決してないですよ。ツイッターにありますよ。ツイッターにあるけど消してないっすよ。ツイッターじゃねえや、 YouTube にない、あるけど、え、あるじゃん、あるよ、これしかない、あるじゃん。あるよ、全然。欲しい、これでしょ。感謝なんてない、それでもないんだよ。当たり前だと思ってる。金をもらえて俺は当たり前だと思ってるから、俺とやり取りしたきゃ1000円払えって思ってんの。感謝なんてない、全くない。貢がれたい、どんどんアイテム欲しい、お金が欲しい、俺はただそれだけ。友情とか愛情とかない、全くない。お金が大好き、お金が欲しいんだわ。花火のためにやってるんだわ。ああ、インターネットが生んだ悪魔だよ俺は。資本主義とインターネットと現代のテクノロジーが生んだ悪魔なんだよ。もう分かれよ、止められないんだよ、分かるか、止められないから。もう悔しいな、悔しいな、悔しいな、本当に。みんな一生懸命働いてるのにな、パソコンの前で喋ってるだけでお金がもらえちゃうんだよ。悔しいよな、わかるよ。こんなの間違ってるよ、わかるよ、わかるわかる。
俺もそう思う。でもね、もらう側になってみろよ。もらう側に。おい、いっぱい欲しいんだよ、アイテムが。チヤホヤされてんだよ。チヤホヤされて。な、人が何百人。お前らあんのかよ、じゃあ。あるのか、お前ら。人生で一回でも一番取ったことあんのか。かけっこで一番取ったことあんのか。クラスで一番の美女か。クラスで一番の人気者か。笑いが取れたことあるのか。なんかで金賞取ったのか。絵が描けるのか。プロの漫画家になったのか。ないだろ。俺はない。一回もない。100人、300人、400人毎日毎日何千人も人の関わってくれたこと今までにない。一回もない。わかるか。最後だから。俺にはこれしかないんだよ。俺にはこれしかない。あるぞ。苦味、渋みだけじゃない。ツイッターにあるよ、動画。これしかないっていうタイトルかな。アイテムもない。ありがとう。本日一発目花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、パチパチ、ありがとう。うん、ありがとうございます。買ったな。プロデューサーいますよ。はい、プロデューサーいますよ。花火、今日一発目ですね。花火一発目ですね。ド入りです。目悪いんでド入りですね。
リアルに俺いや今リアルだけど、銀杯さんがちょい配信歴長いかな確か。俺は配信歴6年半やってますね。全然長いでしょ。よっさんってもう何年プレイヤー8年9年ぐらいやってんじゃないの。よっさんだいぶ長いよ。俺より先輩だよ全然。配信そうっすね、6年結構長くやってますね。気がついたら結構長くやってるかな。最近ではないですね、僕は。配信だけで生活できるようになったのはここ3年半ぐらいかな。最初の3年ぐらいは全然生活はできなかった。最近ですよ。あ、いや、スタッフじゃなくて利用者ですね、僕。A 型スタッフの。19歳でやってたのはライブハウスの店長で社長じゃないですね。独立して法人化したの23ぐらいだったんで、その時は店長っすね。19歳の頃はライブハウスやってましたね。
そうですね、支援だけで資金集めてますね。クラウドファンディングもやってみたんですけど、全然うまくいかなくて。いや、僕は信用してますね、プロデューサーさん。社長をやってたのは23の年齢ですね。今はね、一口、23万円ぐらいが、じゃあ32万ね。ごめんね。32万と、プラス、スポンサー、個人スポンサーさん一人なんで、それくらい溜まってますね。利用者なんだけど、どういう作業内容でしたか？ラインスタンプとか作ってましたね。あと封筒の封入とか、封入作業とか。まあ人によっていっぱいいましたね。サイト制作とか。あと何だったかな。サイト制作、封入作業。なんだ、いろいろやってましたけど、僕がやったのは、あとマップの制作か。イラストレーターでマップの制作とかやってました。あ、頑張ります。ありがとう。あ、いや、別になんか叩いてる人をギャフンと言わせたいとかは 特にないですね。作りたいものを作りたいって。半年勤めると助成金結構入りますよ。 A 型作業所はどうなんだろう、いくらぐらい入るんだろうな。あ、で、あ、いや、今助成金なくなったんだ。今ないっすね。会社に助成金入らなくて B 型のみになったんですよね。今はないですね。100万円入るっていうか、1ヶ月30、20万か30万入るんだよね、確か。違かったっけな。結構助成金手厚かった。あ、そんな入らねえか。7万円ぐらいの給料だから20万以下か。十何万入るのか。あ、こんばんは。あ、これがね、もう使い切ったよっていうマーク。
こうやって青く点灯すると吸えなくなるの。煙が出ないでしょ。ほら、これが交換のサインだね。こうやって新しいのを付け替えると消える。で、煙が出る。生活大変ですね。はい。今日当150円ぐらいかな。閲覧数は別にキープしたいとかないかな。配信でご飯食べていければ俺は閲覧数別に10でも構わないかな。今18万ぐらいですね。ずっと2年ぐらい前が一番稼いでたかな。下火ですね。お腹すいたな。何食べよう。人気がなくなったんじゃないですか。人気がなくなったんでしょうね。多分親切な人ばっかりでしたね。作業の人たちは。いい人ばっかりでしたね。でもまあ場所によるんだろうけど、僕はたまたまいいところに利用ね入れたけど。あんまり良くないところは良くないんだろうな。来るのだるいな。
ップラーメンとか食べないですね、普段。カップラーメン美味しい？なんか全然美味しいと思わないんだよね。日当0円だってこと全然ありますよ。全然ありますね。ミュウツーでしょ？ミュウツー50万ぐらい稼いでるよ。全然俺より稼いでるよ。だって俺マンスリーランキング圏外だぜ。ずっと。ミュウツーの方が全然稼いでるよ。ああ、作業場、まあまあ行ってみる、見学行ってみるのが一番いいと思うんですけどね。ミュウツー稼いでるんじゃないの俺より。マンスリーランキング見てみる。配信者収入すぐ分かるからな。見てみようか、マンスリーランキング。ミュウツーの方稼いでるでしょ。今10日間だから3分の1ぐらいでしょ。マンスリーが1位がヨッサン、2位がコキチさん、アイラここか。下から見た方が早いか。まあ俺は乗ってないじゃん。150位がオカマイマイ、ナトリ、エルマル、タクオ、スイマ、アツシ、ノゾミン、エナタヌ、レイニャマン、シーマン。あ、俺入ってるわ。137位ね、俺。137位。ケビンさん、ユータン、ヒカルくん、ミュウツーいないか。あ、ミュウツーより稼いでるかもな。どこら辺にいるんだろう、サメ島さん。あ、ミュウツーより稼いでるか。ごめん、ミュウツーより稼いでたわ。はい、ワードツー。うん。ミュウツーより稼いでるっぽいね。ごめんごめん、間違えてたわ。マンスリーランキングも入ってたわ、俺。申し訳ねえ。全然入ってたわ。すいません、間違えました。13万も稼いでないよ。これの半分ぐらいだね。13万も稼いでない、稼いでない。これの半分ぐらい。今、6万いってるかな。6万ぐらいだから半分ぐらいだね。手取りは半分だね。どうやって稼いでんだろうね。ぴったり数じゃうでしょ。今現時点で6万円で3回やったら18万で、そう、18万ぐらいだよ本当に。生活ギリギリだよ。シャドウしてるエフェクト、はいはい。これかな、これかな。
はい、おはようございます。おはよう。元気出た。カメラを止めるのはすごいよね。300万で作ってるからね。あ、びっくりしたよね。すごいよな、本当。見てないですね。カメラを止めるのは見てないですね。ついたな。うん、聞いてみるといいよ。俺に聞かないで、ちゃんと専門的な人に聞きな。作業所っていうのは、障害者が社会復帰するためにアルバイトの手前みたいな、そう、もう障害持ってる人がその仕事を覚える場所みたいな。で、お給料が出るんですよ。福祉施設だね。おはよう。クラウドワークスっていうのがあるんだ。イラストレーターとフォトショップとライトルームはまあ普通に使えるぐらいは。あ、障害者手帳を持ってないとダメなのね。障害者手帳3級以上持ってないと通えない。作業所はね、働くっていうんじゃなくて利用するっていう、利用者っていう感じだね。まあもちろん社員として働くなら働けるだろうけど、もう資格がいるんじゃないかな。在宅フリーランス向けのサイトがあるんだ。
今月今、はい、ポイントで6万円稼いでますね、フワッチポイント。10日間で6万円ですね。どうした？なんで喧嘩してんの？喧嘩やめて。まあ月18万ぐらいですかね。20万切っちゃってますね。貯金は厳しいっすよ。ような感じはしないけどな。あんまりお金はかかんないかもしれないけど。最高月収100万いったことないですね。ご飯食べたいな。何買おう、何食べようかな。たこ焼きはいいや、タコ買ってないし。お好み焼きもいいや。いやしんどいっすね。でもまあインディーなんでしょうがないっすよね。しんどいっすよ。そうですね、家賃が6万で、光熱費とか、まあ、モバイル Wi-Fi とか通信費で2万5千円ぐらいかな。水道、電気、光熱費、通信費、モバイル費で2万5千円ぐらいだから、8万5千円ぐらいでしょう。で、食費と、あとはまあ、なんだろう、交通費。結構頻繁に移動するから。あとはまあ、交際費かな。買わないですね、うん、服全然買わないですね。もうジーパンも4本あるんで、もう買うことないだろうし。うわ、何？パコンっつった。怖っ。まあ、チャリで行ける部分は、東京駅とか、なんだろう、中野らへんとか、まあ、近場だったら全然チャリで移動できるけど。あ、だからまあ、アルバイトの人と一緒ぐらいっすね。うん。だいたい1日平均10時間ぐらい配信やってるんで。アルバイトやるのと変わんない感じかな。
金に8万ってなんすか。貯金に8万スーパー週、いや、ほぼ毎日行くけどな。ほぼ毎日行くよ。ほぼ毎日行きますね。あーすごいよね、バクナケね。塾長かな、羨ましいよな、バクナケ。いいね、いいよね。バクナケ羨ましいよな。一発逆転あるからな、配信は。すげえ羨ましい。どれ効果なんだ。どれさんのアンチが投げたってこと。すごいよな。昔ね、結構爆投げもらってたけど、最近はないな。爆投げ、最後に爆投げあったの、あれかな、新年会、忘年会だったっけ。ちなみさんに爆投げしてもらったのが最後だな。ちなみさん、あれから来なくなっちゃったもんな。残念だよな。嬉しかったな、助かったよ。あれがなかったらきつかった。ね、一発逆転あるからね、全然ね、アイテム爆投げで。
専属花火師、まあ2、3万投げてくれる人、1ヶ月で2、3万投げてくれる人が10人くらいいるっていう感じで、その人たちに支えられてる感じかな。なんか爆投げっていう感じではないね。なんかコツコツ毎日投げてくれる人がたくさんいるっていう。爆投げっていう感じではないかな。計算してみろって、2、3、まあ3万円投げる人が10人いたら30万で、半分で俺に15万入るでしょ。あと美課金の人がトータル3万円ぐらいで18万でビタビタに合うんじゃないの。なんか変なこと言ってるかな。ちょこちょこ投げてくれる人がありがたいですね。アメスピ吸いたい。アメスピ吸いたいね。元生ポだったね。東京で当時の年齢によって金額が違うんだけど、13万ぐらいかな。13万ちょいだね。13万ちょい。助監督いないっすね。探してますね、助監督。新宿で13万、まあまあ本当に最低限の生活って感じだろうね。あ、風船ありがとうございます。まあでもなんだろう、うん、最低限の保証だからありがたいけどね。
あ、おはよう、ペンペンさん、おはよう。不動産屋が一番嫌いなんだ。なんで？家賃高いよね、東京はね。コンティニーコインありがとう。そもそも家賃なんやねん思うよね。わかるわ、すげえわかる。なんなんだよって感じだよね。わか、すげえわかるわ。フォローありがとうございます。見たことないんでわかんないですね。どうも思わないです。日本はね、土地を持ってる人が強いからね、土地持ちが強いよね。いただけるときいただけるからね、本当に。いつ何があるか分かんないから、本当。まあ、3時間配信して花火一発だけどね、いきなりボーンってあげる人もね、いるし、枠によって全然違うから、うん、何が起こるか分かんないよね。浴槽入りますね、僕。狭いですけど。
浴槽入りますね。人気だからね、東京はね、しょうがないよ。アクセス便利だし、人が多いから仕事取りやすいし。金持ちの家に生まれたかった。ああ、そうだよね。そうだよな、金持ちの方が有利だもんな。そうっすね、13万ポイントで手取り6万ちょいぐらいですね。まあ半分ぐらいだと思っていただければ。まあ割合は人によるんだろうけど、ポイント全部収入にならないですね。今半分ぐらいかな。無料アイテムが増えたんだろうね。月収50万超えてないっすよ。全然超えてないですね。月収50万あったらね、全然映画とか自分実費で作れるもん。アイバード2いいね、ありがとう、ありがとうございます。いいね、ありがとう。あ、人によりますね。無料アイテム分の数なんで、結局無料のアイテムを投げてもポイントは加算されていくんですね。多分ね、マカロンだと思うんだよね。前回のマカロンすごいたくさんもらったから、マカロンに付属ポイントが多かったんだと思う。でもそうじゃないかな。
YouTube のバッドボタンなくなるらしいよ。リスワンは1万円だね。リスワンは1万円だね。もらったの。リスワンは1万円だよ。毎回もらえるの。アメリカ人ね、名前変えてやってますね、配信は。関さんからお金もらってないよ。ポテリンコインありがとう。卵味噌あんま好きじゃないな。なんかこの前も女の子を嫁してきた子に言われたけど、和藤さん100万ぐらい稼いでると思ってましたって言われてるけど、なんかね、有名な人イコール稼いでるっていうイメージあるんだろうね。そんな稼いでないんだけどね。稼いでる時は俺全然稼いでるっていうタイプだから、そこのギャップに結構戸惑ってるかな。あ、稼いでるイメージがついてるんだみたいな。あ、お疲れ様です。131号さんお疲れ様です。最近少ないね、花火全然上がんないね。でも以前ほど上がってない。あ、そうなんだ。じゃあまあ景気悪いだけかもしれないね。上位がいつも同じだからなのは、まあなんだろう、三井だ、秋元康方式だよね。 AKB と一緒で、あの本当に可愛い子とか本当に実力ある子がとかじゃなくて、見つかれたランキングで物事を決めるっていう。だから秋元康と同じ方式でしょ。
外配信できんじゃないの。お腹すいたね。日本の法律は自由権を一番大切にしてるから、外配信ができなくなるって自由権の侵害だからな。牛丼たまに行きますよ、うん、霞を食って川崎洋平みたいな。ギリギリ読めたね。揮発はできないと思うけどな。ゲーム配信全滅する、まあ全滅はしないだろうけど、なんか厳しくはなってくんじゃないかな。全滅はしないだろうね。ただまあ今はその第2章までしかキャプチャーできないとか、そういう風になってるんだよね確か。女性リスナーどれくらいなんだろう、アンケート取ってみましょうか。アンケート、あーどうなんだろう、今体感だと女性が半分ぐらいいるような気がするけどな。
女性半分の男性半分だと思うけど。やってみるか。アンケート出題します。どれくらいの割合なんだろうな今。アンケートを出しましたので、ワンクリックで男性か女性か書いていただけると嬉しいです。あ、土曜日日曜日あんま花火上がんないっすね。男性8割ぐらいだと思う。どれくらいの割合なんだろう今。もしよかったらアンケートをクリックしてみてください。みんなの予想はどれくらいだと思う？男女比、男女どれくらいの割合だと予想しますか？皆さんは。どうなんだろうな。64で男性か。男性の方が多いっていう感じか。どうなんだろうな。キツネ枠だからあんまり分かんないんだよね。何人ぐらいで回答にしようか。何人ぐらいが回答。あ、14号女だよ。14号女だよ。男性7割、男性8割ぐらい。はあはあ、男性の方が多そうっていう。回答数なんで開封する？何いったら開封しようか。本当だよ。エクスパンドは女だよ。回答数どれくらいで開封にしようかな。どうしよう。まずまず。今27名。30人で開封するアンケート。はい、おはようございます。あと3人アンケート答えたら開封します。エクスパンド女らしいよ。なんか配信者で声聞いたら女だったって。よいしょ。じゃあ開封しますよ。アンケート内容は性別は何ですか？男性女性で、今32名が回答してくれてます。 OK でしょうか？アンケート OK。 32名回答で終了する。終了と。あ、まあやっぱり半々ぐらいか。男性が 53%、53.1%、女性が 46.9% でした。あ、約半々ぐらいか。約半々ぐらい、回答数少なかったね。あ、女性最近増えてますね。女性最近増えてますね。年齢はね、35歳から55歳ぐらいが多いね。35以上だな。年上の人が多いね。はい、ワドツー、いらっしゃい。生活保護は別にアンケート取る必要ないんじゃない？
あ、バトーのこと好きか嫌いかアンケート。それは面白いね。それはやろうか。9割ぐらい嫌いなんじゃないかな。それ面白いね。和道のことが好きか嫌いか、それ面白いの、ね、はい、じゃあ出題します。和道監督のことが好きですか嫌いですか、アンケートをどうぞ。出題しました。まあ多分好きな人は1割ぐらいじゃないかな。みんなは何パーセントぐらいの割合だと思いますか。好きと嫌いの割合予想してください。3割もあるかな。どうなんだろう。8-2で嫌いかな。あ、俺は 9ぐらいが嫌いになると思うけどね。9ぐらいが嫌いになると俺は予想してるかな。大体1割ぐらいじゃないのかな、俺に好意を持ってくれる人は。じゃあ開封しますか。よいしょ。これか。開封します。よいしょ。ワド監督のことを好きですか嫌いですか。32名回答数です。それじゃあ開封します。よいしょ。ああ、結構。32% 好きがあって、ああ、ありがとうございます。思ってたより多かったな。まあでも嫌いな人は、やっぱ 50% 以上嫌いってすごいよね。はい。ということで、嫌いが 67%、好きが 32% でした。ああ、嬉しいかな。結構思ってたより多かったから、捨てたもんじゃなかったな。いや、結構嬉しいかも。いや、10% ぐらいかなとか思ってた。ありがたいね。うん、この中に9人好きな人がいるのか。いや、別にどうも思わんよ。
金は今スポンサーさんが1人決まりましたね。スポンサーさんが1人決まりました。決定ですね。1人本ちゃんの決定です。もらいましたね。はい。いや、最近は少ない。最近は減った、社長の人は。昔は多かったけど今少ない。もちろんもちろん分けてますよ。もちろん分けてますよ。もちろんもちろん。プライベートには使わないです。離れたね、うん、離れた。まあ全然いないよ。おはようございます。おはようございます。スポンサー一口10万ですね。一口10万で募集して、まあ口数はお任せしますね。13日？のりこから振られた感じですね。うん。のりこから振られちゃいましたね。今彼女いないですね。あ、ツイキャス見てる人もしよかったらコンティニューコインいただけると嬉しいです。無料分で構わないので、あの延長ができないんで。もしよかったらコンティニューコインよろしくお願いします。理由はドクター M さんとコラボのタイミングだったから多分それだろうね。
や、のりこ追い出してないよ、俺。朝比奈さんからそうですね、あのコラボっていうか写真を撮ってもらいたいって言われてますね。そうっすね、本当は吸いたいんだけど、これでいくわ。しばらくはこれでいく。ブルームテックだね。BGM はね、クソカスカオスっていう配信者が作った音楽だね。ベタかな？ベタかな？結構攻めたつもりだったんだけどな、前回の写真。ベタ？ベタかな？これとかすげえよく撮れたつもりなんだけど。あ、ダメ？これ。ベタ？あー、難しいな。結構攻めたつもりだったんだけどな。ベタかな？ライティングしてますね。はい。チェーン1点来ましたね。良くないか。レンズ1本ですね。標準レンズのレンズ1本ですね。3本は欲しいかな。特にあの 12mm から 36mm 欲しいですね。あ、撮り方が似てるのはまあカメラマンが一緒だから、まあ、俺が好きな撮り方だからね。うん、狙われてないでしょ、モテないもん。おはよう。コンティニューコインバックありがとう。コンティニューコインバックありがとうございます。おはよう。
写真も映像も厳しいっすよ。どの世界も厳しいっすよ。反省はしてるけど後悔はしてないかな。男性配信者依頼があれば撮りますよ。依頼があれば全然撮ります。電気代払ったね。なんだっけ、きついとは言われたね。なんだっけ、ちょっと待ってね、用語が出てこないから。プロカメラマンにはなんて言われたんだっけな。ちょっと待ってね、ブラなんだっけな、スムージングがきついって言われた。スムージングはきついって言われた、プロには、スムージングはギリギリまで抑えないとっていう。充電はそうだね、この1箱分っていう風に言われてるかな。この1箱分で充電切れる。満足できなかった。これはね、水蒸気だから臭くないんだよね。むしろ香りがいいぐらいだね。あ、狙いますね。はい。やっぱ映画出演、俳優もやってみたかったんで、狙います。修正前の元の画像の方が良かった。匂いはないね。むしろ甘い匂いがするね。俺が吸ってるのはアップルだね。
あ、なんかあれガムのブルーベリーの味がしたね。俺はガムのブルーベリーだった。懐かしかった。昔のブルーベリーのガム、あれ今でも売ってんのかな。卵味噌バン、うん、まあ誹謗中傷してならバンになるよね。紫色のが好きなんだ俺。赤だね、アップルだね。まだ懐かしいよね、昔から売ってるよね、うん、あと金柑飴よく子供の頃食べたね。黄色吸ったことないな。あ、わかんない。入院したっていう結果だけ聞いてるからわかんないね。理由は何だか分かんない。まあでももう3回目ぐらいだからいつもの精神疾患だと思うけど。へえ、そうなんだ。洋なし味も吸ったね、プルームテックショップで。何が美味しかった？アップルが一番俺好きだったんだよね。ベープでムーンライトっていうのがあるんだ。30分1本ですね。30分1本の映画です。遠藤さんの写真個展行きましたよ。僕も3つのストーリーが入るっていう話はしましたね。3つのストーリーが入る。ということで次枠行きたいと思います。皆さんもしよかったら次枠来てください。フォローよろしくお願いします。お疲れ様です。Thank you.
僕は不器用だと思うだけど自分を偽っては来なかった今この物語を君に捧げるよ何もなかったはずの自分の中からそうそう、お茶爆客ありがとうストーリーあなたの苦しみ悲しみを感じながら叫ぶただ一つだけそうそう二発目お茶爆ありがとうスタンバイミースタンバイミースタンバイ